はい、どうも始まりました。スタンドバイシネマチャンネルの塚原奈子です。よろしくお願いします。はい。このチャンネルはですね、新旧問わずいろんな映画の感想や考察を行いながら、時折ゲストさんをお招きしていろんな企画に挑戦していこうという映画チャンネルでございます。よろしくお願いします。というわけで今回見てきた映画はこちらでございます。ドドン、ブルージャイアント。いや、来ましたー。ブルージャイアント来ましたー。こちらですね、ご存知の方も多いかと思いますが、ビッグコミックにて現在も連載中の石塚真一さんによる同名漫画が原作となっている映画でございます。まずね、このブルージャイアントの話しかしますけども、石塚真一さんの前のガクから僕大ファンでございまして、とにかく全部読んでますし、もう大好き、ドハマり。ブルージャイアントはそもそもね、どういう話かって言いますと、もうジャズの漫画でございまして、最初の10巻がブルージャイアント。で、次の11巻がブルージャイアントシュプリーム。で、次、今やってるのがブルージャイアントエクスプローラーつって、今回この映画になってる部分は、ブルージャイアントの一番最初の10巻、東京編を原作とした、映画でございました。まあ、実際で正確に言いますと、東京の前に仙台編というのがありまして、地元がね、仙台で、これは、編集者のナンバー8さんって方がいらっしゃるんですけども、ナンバー8さんが今回の、脚本を書いていらっしゃるんですけど、映画版でね。ナンバー8さんが仙台出身なんで、仙台を描いてるって言われてるんですけども、仙台編があって、で東京があって言ったら、まあ、日本編ですね。が今回の、映画版でございました。まあ、10巻を置いた2時間にまとめてる映画なわけで、まあ、なかなかにちょっとね、ハイテンポではあるんですけども、で、まず僕はこれ言いたい、まず大ファンとして言いたいところがございまして、はい。これ、ね、予告編をね、もう数ヶ月前から劇場で見てまして、まあ、正直ですよ。一抹の不安はあったんですよ。まあ、なぜかと言いますと、とにかく原作漫画がむちゃくちゃいいんですよ。このね、音が聞こえる漫画など言われてまして、本当にね、石塚さんの書くね、表現力とか演出力がすごすぎて、こう空気の振動すらもね、伝わってくるっていうかね、本当にすごいんですよ。だって、ジャズなんて僕ね、その劇中のセリフでも言われますが、ジャズなんて今基本的にそこまでね、若い子たちが聞いてるわけでもないし、ちょっと伝えてきてしまってる文化であるってことで表現されてるんですけども、実際そんな僕もね、ジャズをめちゃくちゃ詳しいなんてことも一切ございませんし、っていう中で読んでても、ね、伝わってくるんですよ、凄さが、サックスの凄さが伝わってくるんですよ。っていう中で、想像ではむちゃくちゃいいんですよ、漫画読んでてね。これ、映画にした、つまり映像にした場合、どうなっちゃうの？で、ちょっと予告編を見たところ、そういうことか、こういうことになるのかって、皆さん思ったと思うんですよね。おそらく、ファンがなんか特に。で、まずその感想を言いましょう。もうザクッと。どうだったのか。はい。このね、そういう中でファンが見て、想像が膨らんでしまった中で見た今回の映画、ブルージャイアント映画。はい。最高！もう、最高でした。僕はもう、とにかく最高。あ、こういうことをやりたかったんだ。つまり、ジャズってこういうことなんだって、めちゃくちゃ腑に落ちたっていうか、納得できたっていうか、理解できた。ようやく理解できた、これで。で、こっから先進んでいく中でね、ブルージャイアントもエクスプローラーまで行ってますけども、漫画読み方が変わります。これ、間違いなく。めちゃくちゃ感動しました。もう何回泣いたかわかんない。それこそね、僕は最初このアニメとかね、ゆっくり全話描いてくんないかなと思ったんですよ。やっぱり、石塚さんとかね、もうナンバーエイトさんとかとても考えたらしくて、どのコンテンツで配信っていうか公開するのが一番いいのかって中で、やっぱり映画館でやりたいってなったらしいんですよ。これ、もうまさしく大正解です。これ、映画館で本当に見ないとかなり半減する映画だと思います。特になるべく大きい劇場がいいです。で、音響設備がいいとこはいいので、で、僕ね、見た映画館がちょっとちっちゃめだったんで、あれだったんですけども、なるべく大きい映画の真ん中あたりで体感してほしい。本当にそのジャズのライブを見てるかのようなシーン、もちろんね、そういう映画なんでそうなんですけども、もうそれを浴びれるんで、これね、見ないと、映画で見ないと、だってこれ今回は東京編なんで、次のシプリーム編とか、エクスプローラー編も、おそらくやると思うんで、やってくれると思うんで、それは今回はヒットしないと絶対いかないんで、これは絶対映画館で今すぐダッシュで行ってください。もう本当気になる方、特にファンなら。本当に心配する必要一切ない。はい。この漫画の中で僕がとても好きな部分がありまして、ね、漫画ファンとしては、このボーナストラックっていう単行本にのみ収録してる話があるんですよ。これボーナストラックってのは何のかって言いますと、その関数、例えばね、ブルージャイアント8巻で出てきたボーナストラックっていうと、8巻で出てきた登場人物が、ちょっと未来、10年後、20年後とかの、ちょっとね、お年を召した姿で出てきて、彼らが、その宮本大の遭遇を振り返るんですよ。彼はああいう人だったよとか、ああいうこと言ってたねとか、彼はあの時の出会いは本当に感動したみたいな、2ページ、3ページぐらいのボーナストラックっていうね、短い話があるんですけど、そのボーナストラックがむちゃくちゃいいんですよ。このブルージャイアントは。それが、今回、見事に表現されてました。これ良かった。あ、こういう風に入ってくんだと思って、
これはね、やっぱファンとしてはとても嬉しかったし、そしてこの吹き替えのね、声優さんたちね。で、結構ね、皆さんね、ほんとイケボなんで、いい声だなと思って聞いてて、別に声優さん作ってもよかったんじゃないかなと思ってた中で、いや、この3人、ハマってます。全く違和がないし、バッチリ。で、そのね、ちょっと撲突とした感じっていうかね、がとてもね、リアルだったし、正直な話ね、この3人使って集客って目的で使ったところもあると思うんですよ。本当にその3人もいいし、映画もとにかくいいんで、見えてください。やっぱね、今、スラムダンク言われてますけども、そうね、ちょっとその後追っかけてほしいし、映像でやっと完成したなっていう感じだったんで、だってね、そもそもね、これわかります?はい、じゃあ、これね、ブルージャイアントの劇場でちょっと売ってました。あれですね、このエアポッツケースなんですけども、こんなの僕正直なんでこれエアポッツにもともとケース入ってるのにケースが必要なんだと思って聞きましたけど、もう映画良すぎてすぐ買っちゃったもん、これ。可愛いでしょ?はい。だからね、まあロゴが入ってるだけですけども、買っちゃいましたもん。これぐらい良かった。これでね、もうジャズなんで聞いたらもう最高じゃないですか。1800円ぐらい買ったんですかね。はい。まあこんだけ良かった方って言ってますけども、まあとにかくね、まず原作がとにかくとても秀逸な傑作なので、それ面白くなるんですよ。っていう中で、漫画を読んでるファンの方、そのまんまかなって思ってる方も多いかと思いますが、大きな部分が改変されてます。これ僕個人的には、ここでも大号泣しました。そこもだからね、原作ファンの方は楽しみにしててください。うわ、そうきたかと。もうそれは泣くってっていうね、展開になってました。ここも超お楽しみポイントでございますね。こんだけね、褒めてね、褒めまくってね、まあさすが褒めすぎだろうって感じかもしれませんが、まあ確かにちょっと気になるポイントもあるっちゃあります。プレイシー、ジャズプレイシーにおいて、今回モーションキャプチャーみたいな 3DCG が使われてるんですよ。そのシーンだけ。でそこが、まあ単純に、まあそのクオリティがね、まあまあ高い低いはちょっと一回置いといてなんですけども、単純にめちゃくちゃ浮いちゃってるんですよね。そこだけいきなり CG っぽくなるんで。だって CG なのでね。でもおそらく、本当に演奏されてる方とか、ピアノ弾いてる方のモーションキャプチャーを使ってるんでしょう。おそらく。多分そっちの方が予算的に抑えられるからってことだったら思うんですけども、クオリティも、まあ、正直、10年、15年ぐらい前の CG みたいな感じなんですよ。だって、ね、先ほど言いました、スラムダンクかもとんでもなかったじゃないですか。ちょっとそこやっぱりね、あまり浮きすぎちゃったかなっていうのあるし、だこれが映画が大ヒットしたら、またその CG クオリティもぐっと上がってくると思うんで、なおさら見に行ってくださいっていう感じでございますよ。まあ、ちょっとね、正直使い回しの作画とかも多かったし、その辺は気になったところはあるんですけども、まあだから、まあすごいひいき目にね、この映画を擁護するとするならば、やっぱそのプレイシーンはちょっと神がかって見えるんで、ちょっと人間っぽくない動きなのかなって、めちゃくちゃひいき目で見てましたけども、ちょっと宮本大、サビ、ゆきのりももちろんいいんですけども、このね、玉田くんがめちゃくちゃいいんですよ。はい、彼が一番ね、歌って観客の目線っていうか読者の目線として作られたキャラクターなんで間違いなくね。言ったらこの宮本大はもうちょっとずつ猛進なね、もう超天才派だっていうか、ちょっとね、理解しがたいっていうか、まあすげえなって思って距離を置いて見ちゃうキャラクターなんですよ。で、雪乃も雪乃で4歳からピアノやってますから、言ったら彼もどっちかしたらもう実力があるし、で、ここで描かれるのが、やっぱ玉田くんなんですよね。彼はもうジャズ始めてばっかりで、そこまでまあ技術もないし、という中で、努力で追いつくとするキャラで、理由が彼ら二人と一緒にプレイしたいからっていう時点で、読者目線っていうか、置いていかないでっていうね、キャラクターなんで、一気にね、キャリアが近いんですよ、読者と。で、そこはとてもね、今回アニメでもね、とてもよく描かれてって、まあ、玉田くん描写がとにかく泣ける。で、そういうね、感化されてる観客たちもいるんですよ。やっぱその、玉田くんの成長の過程をね、ぜひともね、この映画館でね、見ていただきたい。もちろん、大とかね、行くのにもいいんですけども、もう、玉田くん最高でございました。はい。というわけでね、僕と同じくね、予告編を見て不安になった原作ファンにこそ、絶対に映画館で見てほしい大傑作劇場版ブルージャイアントでございました。はい。僕はね、エクスプローラーもね、スプリームも見たいんで、劇場版で。そんで盛り上げて、なんとか繋いでいきたい、このね、ジャズの流れを、本当に、そんでジャズも広がっていけばいいなと思いましたし、改めて。またこうやってね、いろんな映画のね、レビューとかね、いろんな考察とか行っていこうと思いますので、よかったら高評価、チャンネル登録、どうぞよろしくお願いいたします。はい。というわけで、ブルージャイアント最高でした。よかった。もうね、これでね、サントラを聞きまくろうと思います。いやー、よかった。玉田。いいよ、泣いたよ、お前いいやつだよ。